はい、というわけでですね、この時間は関東地方の最新の実況についてお伝えをしていきました。まあ、ちょっとねまだ時間があるんで、なんかね一人しゃべりした時にねこれだけはちょっとお話ししたいなっていうのが一個あったんですけど、地震計どうなってんだよっていう、あんまり気にされてる方ってほとんどいないと思うんですけど、個人的にはね、あそうだそうだ、これちょっといつかやりたいよなと思ってたのがあって、今年まあ、物好き作り、大好きな人で、今年はね地震計のバージョンアップをしているんですけども、これねこれリポートで ね5月の末だか6月の頭に送ったやつなんですけど、このね写真ご覧いただけますかね、このこれこれ私の部屋なんですけどもね、まあ、お気づきの方も多いと思いますけども、全然関係ないんですけどもね、電飾の木もまだ現役で、後ろに飾られておりますね。赤い服のおじさんも今横たわっているものが本の上に、まあ、積み重なっている状況なんですけれども、まあ、これはまあ置いといてですね、これはまあどうでもいいこれはまあいいです。で、一方でですね、まあ、地震計、まあ、私もともと作ってるのはね水平同地震計といってね、横揺れを取るような地震計を一昨年作って、まあ、実際に観測しているんですけども、まあ、最新の、ね、やつで上下動も取ってやりたいということで、上下動地震計っていうのをね本体が本当はねこうでっかく今本体がこうあるんですけども、そこの一部に上下動地震計を、ね、追加で今作ってます。いざね上下方向にね揺らすじゃないですか、重り。そしたらねこの紙のところにこう今ねちょっと映ってますね。この辺になんかね、なんか描かれてる。こっち方向にね、ちょっと動いてる。ペンが動いてるのがね、描かれてるんですけど、これね、めちゃくちゃ揺らすと描かれるんですけど、実際の地震であるような小さな揺れだと、このペンがね、動いてくれないんです。なんでかっていうと、ここがね、このね、L 字金具で、この上下方向にこう動かしているっていうのがね あるんですけど、いっぱい接続箇所があって、何でしょうね、吸収されちゃうんですかね、その動きが。ここで動いている量ほどこっちが動いてくれないんです。であとやっぱり昔から地震計ってね、何との戦いだったかっていうと、ね、ペンとこの紙の摩擦、描く時の、ね、摩擦が大きいと、こっち側で小さな揺れを観測してもここがねビクとも動かない。でこの摩擦をいかに小さくするかっていうのがね、地震計のこの明治時代からのね戦いだったらしいんですよ。で昔はどうやってたかっていうと、ペンと紙じゃなくて紙に油を不完全燃焼させてすすをつける。ですすをねこの真っ黒にこの紙に真っ黒にすすをつけてですね、そこにものすごい細い針を置いてね、その細い針がこの揺れをこの記録する、まあ、そういう仕組みだったんですよ。で今はねもうそういうやり方じゃなくて、紙にこうペンで書くっていうのは、まあ、機械式地震計でもね昭和の後半ぐらいからもうそれが標準になってたんですけど、なかなかね昭和の後半は電磁式地震計ですよね、まあ、この辺あたりはねまたちょっと地震計の特集やれた時にじっくりお話したいんで あれなんですけど、まあ、要はねこういった紙とペンの摩擦、あとはねこの L 字のところで何かこう吸収されてしまっているこの動き、この辺りをどう解決するかっていうのを、やっていきたいというふうに考えておりますという、今更ながらのねここで の表明になってしまうんですけれども、まあそうなんですね、ちょっとどっかでね一度この話とリポートでね送るっていう話をしてたんですけど、この後半の先ほどの絵はねちょっと写真はリポートで送らないまま、ずっと忘れてたんで、まあ、ちょっといい機会だなというふうに思ったんでちょっとここでお話をさせていただきました。多分何を言ってるかわからないっていう方がね多分9割だと思うんですけれどもすいませんね、私の自己満足の世界でちょっとお時間頂戴いたしました。はい、ということでですね、この後15時からまた改めてお伝えしていきたいと思います。先ほどですね山口さんの地震計の話を隣で聞いておりましたけれども、もう本格的すぎてびっくりしてしまいました。いろいろねこう改良を重ねて、そして皆さんのコメントも楽しみながら拝見させていただきました。展示してほしいだとかね、持ってきてほしいとか、笑ってないですよ、笑ってないです今聞こえちゃってた、マイクオフになってると思ってました私声が大きいから、
結構ねさっきインターバル中スタッフさんがトラック1台発注しますかとか言ってねどうにかして持ってこようとしてましたけど、実際見てみたいですね。こうペンでシャ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 って。